こんにちは。40代からのバレエを活用した美しく健康的な体を作るエイジレスバレエストレッチ、講師の藤井春子です。今回は40代以降なぜ姿勢が悪くなるのかについてお話しします。街中でご高齢の方の背中が丸くなっているのを見かけることがあると思います。また久しぶりに会った両親の背中が丸くなっていたり、気がつけば自分自身の背中が丸くなっていると感じたり、若い頃は気にならなかった姿勢が40代を過ぎるとなぜ姿勢が悪くなるのでしょうか。それは体幹筋力が減少することにあります。若い頃は当たり前にまっすぐ立っていますが、実は腹筋、背筋、下腹、お尻、太ももの内側、太ももといった体幹部分の筋力がしっかりと備わっているから、全く意識しなくてもまっすぐに立てるのです。40代以降はそれまでの3倍の速さで筋力が衰えていくという研究結果もあります。筋力が落ちていくと背骨を支える腹筋と背筋が弱くなり、背中が丸くなり、骨盤の中を支えている下腹とお尻の筋肉も弱くなり、腰の中が緩んでしまい、太ももの内側を揃えるのが緩み、そして上半身の重さを支えるために足幅を広げて、このような形で悪い姿勢になってしまいます。40代過ぎではまだ目立ちませんが、筋力の減少は着々と進んでいきます。60代半ばになるとかなり姿勢が悪い状態になっている方が多くいらっしゃいます。そしてそのまま放っておくと、80代の頃には自分で自分の体を支えることができなくなり、杖が必要な状態になってしまいます。防ぐには体幹筋力を鍛えることです。嬉しいことに筋力は20代も70代も同じだけの筋力トレーニングをすれば同じだけ筋肉がつくという研究結果もあります。ですから体幹筋力をつけるトレーニングをしましょう。エイジレスバレエストレッチは40代からの体をベースに考えられた運動プログラムです。バレエの姿勢を活用することによってぐんぐん体幹が強くなっていきます。緩んだ背骨をぐんと伸ばす、強い腹筋、背筋、下腹、お尻、体幹の筋力を作ります。繰り返し繰り返し練習を行って若々しい姿勢を作りましょう。エイジレスバレエストレッチの姿勢トレーニングで練習いただくことをお勧めします。動画は説明欄に貼り付いています。若々しく綺麗な姿勢で過ごしましょう。お疲れ様です。